新人王がベテランの壁に挑みます。本日は第12期麻雀グランプリマックス一次予選 D 卓の模様をお送りします。実況は中田浩二、解説は第38期後期に A2 リーグへの昇級を決めた猿川雅俊プロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。麻雀グランプリマックスは商談用に用いられるポイントをランキング化し、ランキング上位者と現タイトルホルダーとが戦う年度を締めくくるにふさわしいタイトル戦となっております。なおルールは一発裏ドラのない日本プロ麻雀連盟公式ルールで行われます。勝ち上がりシステムですが、半チャン5回戦を行い、トータル上位2名が二次予選へ進出します。さあ今日は素晴らしいメンバーが揃ってるんで、早速対局者の方を見ていきましょう。まずはちーちゃん。鳳凰戦は A1 リーグに所属。2021年シーズンは10段戦ベスト16などで活躍しました。ポイントランキング17位での参戦です。杉浦寛介。続いてなんちゃ。第24期鳳凰位をはじめ輝かしい実績を持っています。今回は九段シードでの参戦です。世界の友竹、友竹正春。続いてシャーちゃん。グランプリマックスは3年連続での準優勝と今一歩届きませんでした。今年こそ取りたいこのタイトル。今季は様々なタイトル戦で安定した成績を残しました。ポイントランキング20位での参戦、山田博之。最後にペーチャ。鳳凰戦は C1 リーグに所属。昨年の新人王戦で優勝してグランプリマックスの切符を手にしました。第4代天鳳位スズメクレイジーこと石川亮。さあ以上の4名での対局となります。どんな対局になりそうですか？そうですね、まあ割となんだろうなオーソドックスっていうなタイプ。まあ友崎さんはあの打ち方はちょっと特徴的ですけど、はい、なんだろう、戦い方はオーソドックスだと思うので、はい、まあ、結構誰が抜け出すとかは全くわからないですね。はい、ここまでの A 卓から C 卓の勝ち上がり、このようになっております。ベテラン勢が強いですか？いやといっても青森さんぐらいかな、まあ、若手が、はい、そうです。今回あの、まあ、スズメクレイジーこと石川亮が、まあ、ベテランの壁に挑むという形になると思うんですけど、そのあたり経験って大きいですか？まあ、やっぱこのルールは結構経験大きいんで、はい、まあ、どうですかね。ただあのトーナメントってあのなんだろうな、天鳳やってる方とか、はい、なんかうまそうな、はい、上手そうなイメージがあるので、はい、まあ、その辺でどうですか、ね、なるか期待したいですね。はい、はい、それではそろそろ対局へと参りましょう。第12期グランプリマックス一次予選 D 卓東杯の開始です。よろしくお願いします。立ち会い人広柴田の合図で1回戦がスタートしました。さあ並び順をもう一度確認していきましょう。ちーちゃから杉浦寛介、なんちゃに友竹正春、しゃーちゃに山田博之、ペーちゃに石川亮という並びです。トーン1曲ドラはいいピンです。すごくフラットな形でやっぱり1回戦が入るってことですよね。まあ人にもよる、まあでも基本的にはまあなんだろう、まあ、5回勝負じゃないですか、はい、5回戦あって、まあだからリーグ戦と同じ感じで負けなければって考える方が多いかなと思います、はいはい、だんだんそれをどこかでギアをチェンジするというか、まあ、追い上げも考えないとという、まあ、そうですね。ただこのルールだとね、やっぱ1回の大きいトップがね一気にあれになるんで、そんなに勝負焦らないかなって気がしますね。さあ石川チュンと初がドイツ、そしてこちら杉浦はドラのイーピンがポツンと1枚、自敗じゃなそうですね。チートイチートイツですか？チートイツっぽいですよね。友竹もですか？統一が多い形。さあ山田はマンズが多い形です。さあ自敗が出ないと石川のこの手牌ちょっと厳しいですか？まあ、ただどうしますかね。本一に向かうかどうかが分岐点ですよね、石川さんの手は。分岐、なるほど。そうするとちょうどいい頃合いになる可能性もありますよね、自敗の出るのが。自敗が徐々に、まあ、手が整ってきて押し出される頃に泣けるかどうか。ピン図が埋まってきたら、まあ、無理はしないですかね。まあ、そうですね。
結局ドライピンですからね、マンズが埋まった時にピンズに行きづらいのもちょっとだけありますよね。なるほど。さあゆったりとした進行になっています。あ、初が打ち出されて仕掛けました、うん、石川3ピン落としていく。まだこれは保留という感じですね。まあ、そうですね、まあ、白がね2枚切れだったんで白切るかなと思ったんですけど、まあ、トーン重なった時本一で、なるほど、そういった安牌候補ですね。あー、いいピン。あ、ここはあ、じゃあこれは本一ってことか。今ものすごく本一の方面に進みましたね。まあそうですね、受けも良くないですしね、最後シャンポン待ちになった時とかもね結構上がりづらいですもんね。さあそのあたりどういう展開になるでしょうか。チュンなんですが杉浦の手牌に1枚、もう1枚は山に残っています。あ、これでちょっとチュン付けになってきたからどっかでは出そうですね。どこかでは、はい、先ほどあのグランプリマックス5回戦やっぱりあの大きいトップで突き放す展開が多いということだったんですけど、はい、杉浦の親番はどうなんですか。これはできれば話したくない、それともそれほど固執しない。まあね、話さないもんならね自然とそうなるならまあ、ただ無理する必要はないかなって気はしますよね、うんうんうん、まあ、2着ね、トータル2着でいいんで。ああそうですね、うんうんうん、そのあたりグランプリ後者出てくるでしょうか。山田なんかは安定した成績を残してますよ ね、 そうですね、グランプリ、ここ3年間すべて決勝に進出、そして準優勝という結果になっています。すごいですよね。すごいですよね、うん、まあ、グランプリマックスといいますとあの本田智弘、来年の本田智弘なんですけど、あの出世タイトルといいますか、はい、これを連覇して一気に名前を馳せたという感じなんですけど、まあ その陰に山田博之は実は3年連続で準優勝ということで本当に安定した結果を残しています。杉浦このあたり難しい選択、これ自敗は切らない構えですか。まあ鈴ね、石川さんの手がドラ出てきたので、はい、本一転敗でもおかしくないですもんね。ということで、で自敗はやっぱ切りづらいですね。切りづらい、はい、これ山田も同じ理由ですか。パーマンちょっと嫌ですよねこれはね。ああここで白を重ねた小三元がある。ただまだ両シャン転、うん、杉浦これは受けていそうだ。友竹もチートイツのいいシャンテンになっています。さあそして山田両面両面のいいシャンテン転敗です。いいスーピンドラのいいピンが1枚捨てられて、友竹さんがね、はい、あこれ意外と杉浦友竹の手にいいピンが、ただ友竹さんはまあ、うん、でなそうですよね。チートイツ、まあ、最後いいピン短期になりそうな形。さあイースーピンピンクのみの転敗です。まあでもスーピンも悪くないね。スズメさんとかはスーピンはつもぎりそうですね。まあそうですよね、ちょっと手牌で、あでもスーピン1枚か、スーピンここに2枚、そうですね、捨て牌に1枚ということで、E ピンとスーピンが山に1枚ずつ残っています。ただ山田さんのでもね、サブローワンの振り替わり、まあもうここにあるんではないですけど、の時はリーチになりそうですね、E スーピン、E スーピンで、はい、まあ、ちょっと深くなりすぎちゃったんであれですけど、さあああスズメさんももうこれはハクハクでになりそうな気もしますね。チュンが杉浦のところに行って、これでスズメクレイジー石川遼上がりが厳しくなったか。あ、今を重ねた、あんこと、ただ転敗までですか。まあそうですね、はい、
白はすでに2枚切られています。おお、引いた。おお、天敗。まあ、本一勝三元の天敗なんですが、これは山に残っていません。杉浦の注文打ち出されないでしょう。ああ、でもこの天敗はいいですね、なんかね、いいお得感のある、うん、ただ山田がいいスーピンでの天敗、まあ、ションパイのトーンをしてきたんでね、今ね、まあ、石川いいスーピンは止まらないですよね、当然、まあ、止めないと思いますね、うん、まあ、いいピンは分かんないですね、止める可能性も、はい、うん、さあ、ただこれが入って椅子を切ってっていう曲です。さあ、トーン1曲、山田博之、あ、石川遼の2人天敗で流曲となりました。さあ、親番流れて友竹の親番、トーン2曲1本場です。いや、なんかすごい朗らかな感じで皆さん控え室にいらっしゃったんですけど、当たり前ですけど、すごいやっぱ対局に入ると一気に緊張感が上がりますね。友竹さんなんかももう好きにいじってもらっていいかってすごい優しく言ってくださったんですけど、あ、まあそうですね、まあ、まあ対局前そんなにね、うん、話することはないですけどね、うんうん、対局者同士は。ああ、そうですね、対局者同士だと話さないですよね、はい、割となんかB1 リーグセレクトやらせていただいた時もどちらかというとこっちに来て解説の方とお話をするとかそういう方はいらっしゃったんですけど、あまり対局者同士でお話をしている姿は見かけませんでした。そうですね、挨拶ぐらいですね。さあ、ドラは老僧です。山田チューンが統一、形はまとまりそう。石川もチーピン嬉しいところでしょうか。さあ、ただドラの老僧が見えているのは友竹のところにこの1枚、友竹まとまりそうですね。まあそう、まあ割といきそうですよね。ただもう目いっぱいにしないとね、になりそうな手配なんで、はい、ちょっと怖さはありますね、はい。さあ、石川イーシャンテン、逆にね、杉浦さんの手とかはもう3色になるかならないかみたいなね、もうならなかったらスパッと諦めようと、まあ、なんか安牌もある程度、はい、安牌候補も抱えれるんで、ああ、何も重ねた。さあ、石川選択ですが、パワーが切っていく。うん、チート率も見てる。あ、まあ、変わんないか。あ、なるほど、まあでもチートイツの方ちょっと強めに見てるかもしれないですね。うん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 、あ、そういうことですね。ちょっとパーマンの方が良敗になりそうかなと思ったんですが、あ、ただここは統一を1枚ほぐしていった。3ピンを切っていきました。さっきチートイツって言いに来てましたもんね。あ、そうですね、あ、スズメさん、そうですね、スズメさんって言って石川、はい、まあ、アンケートお願いしてるんですけど、その中でちょっと書き忘れたからということでチートイツを入れておいてくださいっていうことで、石川ですけど、面前やや高打点、手数は少なめ、絞りはそんなにしない、チートイツが得意、受けが得意ですということで、絞りそんなしないんですね。さあ、山田がチューンをポンしました。いいシャンテン、あ、イメージはあれですか、絞るイメージとかが、まあ、結構自分も割としっかり受けてそのハイを止められるイメージだったんですけど、ご本人的にはそんなにイメージがないようです。さあ、友竹、嬉しいところが入った、うん、3万から、うん、イワンズは3社の安全牌ですね。ああ、なるほど、安牌をここでも見ている。さあ、山田が天牌は白と南のシャンポンです。白が場に1枚切られている。南は山に2枚、白が1枚、南が2枚山に残っています。まあ、友竹さんがリーチした時にですよね、山田さんがまあ白とかで降りる可能性はありますね。あるかなと。友
友竹やっぱり、まあ、世界の友竹あのドリーム友竹とも言われますがすごい高打点のイメージがあるんですけどやっぱりリーチって言われるとちょっと怖いですか。まあ安くはリー飲みとかあんまないですもんね。ない、うんうん、まあ、特にまあこのルールだともう絶対、はい、絶対っていうかね、まあ、ほとんどないんですけど、うん、まあ、対して山田の手牌は、まあ、チュンを仕掛けた状態、まあ、役は確定してるんですけどなんだとチュンのみになってしまう形ということでちょっと強くは、うん、なんちゃですね。ああ失礼しました、なんちゃですね。あ、じゃあ役までは確定してるんですね。そうですね。積もればテンパネ。2000点押しづらいですか。ただここいやまあどうですかね、それなりには行きたいですね。それなりには行きたい、うん、さあ杉浦3色はすでに見切っています。あ、テンパった。これは闇点ですね。これは闇点。カンチーマンでのテンパイ友竹。マンズがバラバラと切られてますね。チーマンが捨て牌に1枚、手牌で1枚使われていて山に2枚残っています。リーチの手もありますけどね。あ、白だ。あ、白、白が打ち出されて山田の上がりとなりました。ヤクヤク2000は2300の上がりです。まあ闇と見ちゃいますね。闇ですよね。まあでも、まあ、うーん、変わらないですか結果は。うわー、チーピン押したかどうか微妙ですね。山田さんがもしかしたら受けたかもしれない。はい、入ったところですよね、うんうん、そうですよね、うん、最後友竹チーピンを入れて連敗になりました。さあトン3局山田の親番ドラはチーピンです。山田のパイパイドラはない形。うーん、ただ両面立つ多いですか。石川ちょっと苦しいでしょうか。うん、杉浦もいいとは言えなそう。友竹端に寄っているがマンズだけちょっと真ん中。まあそうですね、まあ親の山田さんがまだ一番まとまってるかな。ドラのチーピンが石川そして友竹のところに1枚ずつということになっています。まだなんかあれですね、ハイパイがこう来たって感じのがまだ来ない感じで、静かに場が動いてるっていう感じですかね。あ、統一が増えてきた。チーソーを固定しました。これ山田何を6、7、8違うか。難しいですね今のね。難しいですね今のも。配信が難しいな。まだどうにでもなってしまうような形。杉浦すごくあれですね。あ、ここで一歩進んでチートイツイシャンテン。まあこれでもチートイツはチートイツですね。四五郎ここまで A、B、C 択全部大激戦になってて割と序盤から激しい戦いって言ったらなんなんですけど、昨日なんかも広柴田の親リーチにいきなり3人とも降りないでこうずかずか進んでくるみたいな、ああこれトーナメントこんな感じなんだなって思いながら自分正直今日実況に入ったんで、このみんなが様子を見てる感じが不思議というか、あ、こういう展開にもなるんだなという。まあこっちの展開のが普通普通ですだと思いますけどね。入りとしてはやっぱりラスは取りたくない。それは強いですね。ですよね、うん、自分の失ったポイントがそのまま他の人のポイントに直結してしまうのがトーナメント怖いところです。あー、これは嬉しい。ドラのチーピン。さあこれでアクセルを踏んでいくか。お、今の選択も難しいですね。3
3色が残って、しごろがなければ、はい、若干スーピン打ちたいかなって、うん、サブロフィンやっぱちょっと弱そうですもんね、うん、いわゆる今あの6ブロックの形、まあね、ブロックが6個ある形になってますが、ただ確かにあそこただどこも良くないな、どこも良くない、なんか、うん、パッと見はそんなに、まずピンズ2度だけは相当厳しそうな気がしますね。数値層だけなんとかなりそうにも見えるんですけど、ウッソーが3枚ま、まあ、ウッパーマンは多分外さないんで、はい、あ、スッソー埋まりました、早速そこは埋まっていった、あ、これ、あ、まあ、まあ、これはもうそうですね、あ、3色なんで、そうか、3色だ、小さそうだったら、ねうん、スーピンだったんですけど、さあここで山田がチャンステです。3色が決まるかどうか、気持ちは T1 を切りたいですけどね、気持ちは T1 を切って目いっぱい構えたい、目いっぱい構えていきました。ここはさあローピンなんですが、捨て牌に1枚、手牌に2枚使われています、山に1枚、ここに、あ、サブロッキューピン意外といるね、ロッキューピンはいいですけどね、いいっていうか、おお引いた、3ピン引いた、そして今ドラ表示にローピンが1枚あってローピンが枯れてることが判明しました、うん、つまりこの3ピン、まあ、でもこれ9ピンが3枚ですね、あ、9ピンが3枚、あ、3枚、2枚になったけど友達さん持ってない ね、 そうだね、今重ねて、おい、あー1枚になってしまった、あっという間に1枚になった、ただこれで友達さんもきつくなったね、ちょっと上がりが難しくなったか、9ピン引いたら分かんないですけど、あ、でも T ピンがないか、さあ石川の選択はイーシャンテンから筋の3番、3ピン入ったので大きいですね、3ピン大きいですね、うん、まあ9ピン1枚であるんでもうちょっと2枚流れて、うん、さあ山田のリーチ、リーチピンクドラ1、5800からのリーチになっています。ただ9ピンは山に1枚、テン、うん、そうか、友達さんローワンは打てる、あ、友達さんはテンパイ入るかもしれないですね。さあ友達テンパイ取り切れるかどうか、この後友竹の手番です。どうそう、ああこれはダメそうですね、これはダメ、一旦ローワン打ちますか。さあ現物のローワン切っていきました。まあ嘘が出た場合、人が引いた場合はチーソー打てそうですね、ノーチャンスで、うん、あ、あ、これワン、こっちはどうだ、もう一回我慢もある、まあワンチャンスなんで、ワンチャンス、チーソース打つ手もあるけど、いやー、ここ打っていった、先輩取りました、チーマン順からですからね、4枚切れで、あ、4枚切れですか、チーマン、あ、そうですね、うん、チーマン4枚切れ、それでもテンパイ取っていきました。テンパイ、まあ行きますね、小さいったのそうですね。さあ石川のこの牌が配定、さあ山田そして友竹の2人テンパイで流局です。これ山田としては上がりたいところですか。まあ6球ピン残りだったらまあ割と悪くはないかな、悪くないかなというところですけど、ね、友達さんでも今の曲結構行きましたね、うん、パーピンも行きましたもんね、筋とはいえ、あ、そうですね、はい、結構ね、カンパーピンあってもローピン見えてるだけに切りづらかったんですけど、友達がちょっと積極的でしょうか、ちょっとかかってますね、
かかってるんですかね。さあ、山田の親番連ちゃんです。ドラワハクです。かかってる場合と、まあ、それが普通の選手といろいろありますからね。どうなんですかね。杉浦嬉しい、カンパーマン入りましたね。今回は割と整ってますか、みんな。石川はちょっときついか。杉浦リャンシャンテン、嬉しいところが、お、一番早そうですね。さあ、親番山田一番早そうか。ドラのハクはこれはちょっとファジーに来ていける馬強というか状況なんですか。テンパイまでは持つんじゃないですかね。テンパイまでは3色も見えてくるか。6、7、8、そうですね、まあ、ここで切る手も一応ありますけど、重なった時痛いですもんね。重なり痛いですね。泣かれるっていうより、うんうん、重なった時が痛いかな。武器にしたいってことですね、どちらかといえば。まあ、ローピン引いた時に先に切るはあるかなと思いますね、3色なんで今度は。なるほど。さあ、何を引いてくるのか、山田。さあ、重ねるも、ダウンピン入った時はとりあえずどうするかは悩ましいですね。テンパイ取らずもありますね、パーソー切りで。あ、その場合パーソー切りなんですね。取らずならパーソー切り、まあ闇点もありますね、3色の、うん、ただそれはちょっと弱い。まあ白泣かれるかもしれないんで、まあまあどうかな。ああ、まあそうか、スーソ切り、どっちにするんだろうね。ああ、スーソ切りもありそうですね。スーソ切り、うん、さあ、いろんな手がありそうな山田、一歩進んでどういう選択をするのか見てみたい。どうでしょうか。よいしょ、なん。ドラの白ですが、山に3枚残っています。石川さんは初はポンテン取りますね。ああ、これだ。その初、これは初切りますね、多分。この初を切らざるを得ないか考えてはいるが、はい、切っていった。その初に石川ポンの声です。さあ、うっぱそうでのテンパイになりました。これでより選択難しくなりましたね。まあ、小さい引いた時は白切るかな、うん、あー、そうか、三元杯の初を仕掛けられて、まあ、チューン早いんで白は、うん、ただまあ短期とかもありますからね、うんうんうん、ここでちょっと回った白は切らない構えですね。これはローソーパーソー落として白短期の構え。いや、4-4-3じゃないかな。あー、うっぱそう切りづらいんで。なるほど、そうかそうか、そうですね、もうテンパイが入っててもおかしくないですもんね。ああ、嘘、ここでつま上がりとなりました、うん、400-700は500-800。石川初テンパネの上がりでした。さあ、小さい上がりで場が進んでいきます。トンラス、トン4曲です。石川の親番。だが、パソ。さあ、石川のハイパイは、ドラのパソはないか。なんかいまいちですね。いまいち。いや、ここがいいか、杉浦。いいけど、いや、テンパイだ。ダブルリーチ。あ、これいいね。
いいですね。これが悪いという人は相当いない。まあ、リーチはしない、リーチしなそうですね。これは単ヤオがついたら、まあ、単品とか、まあ、単ヤオがつくと今度3色まで見たくなりますが、3色、まあそうですね、3色は全然ありますね。あり得る。確かに変化結構ありますね、これ。うん、イーピン後変化もあるし、ここでイーピン打ちたいですね。うん、ああ、外していった。さあ、杉浦にチャンス手が入っています。ドラないから何かつけたいですね。そうですね。うん、まあ、役割はテンパイ取ると思いますけどね。おお、ドラ。これにくっつけたい。どっちにするか。3色の目も見たか、3ピンを残していく。まあ、パワーピン引いて9ピンだとね、結局安くなっちゃうんで。ダブルリーチ難しいですよね。さっきのあの形、まあ、ダブルリーチのみはやっぱり。あんま打たないですね。公式ルールだとあまり。普通のルールでもこの手だとちょっと打ちづらいかな。まあ、打っても全然普通だと思うんですけど。うんうんうん、ただ馬強的に言うと今数ピンが2枚3ピンも切られて1ピンを切ってる人もいてという感じで、いかにも2ピンがありそうにも見えますが、ああ差し子の変化しそうだ。あ、ただここ3ピンを切っていく、うん、そうマンズで広く受けていこうと、ね、数ピン2枚切れですからね。あ、そうか、うん、そうですね、数ピン引いた時はねすごいいいですけど、イーペーコの方が早そうですね。ドラかイーペーコで、ドラのパーソニックつくかイーペーコー、さあどちら、あーイーペーコーコースでした。スーチーマンリーチになりました。リーチ単用ピンク3900から数万だと高め、イーペーコー7700です。さあスーチーマンですが、数万が1枚場に切られていて、あ、チーワンがないね。5枚見えて、6枚、2枚しか残ってないですか、これ、数値マン。数値マン2枚残りです。数万が2枚、もういい、高めしかいない。もういいですよ。いいですか、うん、いいですか。さあ、杉浦。あの二つ名のところに自分で東海一の押し麻雀かっこ嘘って書いてくださいました。でも最近すごい薄いますよね、薄いイメージがある、うん、まあ、あのすごく極端なプロもいる中で、杉浦プロの麻雀は割とそのオーソドックスな感じが自分はしていたんですけど、やっぱり受けが強いというか、そういうイメージなんですか。まあ、もともと結構守備型だったかなっていう気はしますけどね、うんうんうん、ここ 1,2 年押しもあるというか、押しも強くなってる、なんか比率が変わったかなって気はしますね、うんうんうん、さあ数万、山に2枚変わらず残っています。上がりたいですよね。まあそうですね、どうしてそんな上がりたくなさそうに言うんですか。上がりたいじゃないですか。7700、もうこの半チャンで二度と入らないかもしれないとか思いながら僕はあのリーチすることが多いんで、なんか別にいいわけじゃないですからね。まあ確かに、まあ、あの負けをこの捨て合い決していいとは言えないですよね、周りの状況も見て、うんうん、まあただ上がれてもおかしくないなと思ってはリーチします。あ、数万ここに1枚回収、チュン打たずだった、チュン打たずですね、テンパイ取れましたが、管理暗装ではちょっと勝負にならないということか。あ、石川も受けている、止
本が出るが当然泣かない。ああ、これで友達さん、あ、石川チートイツですね。転廃してます、失礼しました。イーソー短期ですね、ここです。ああ現物か。イーソー短期の転廃、石川そう、ここうわお強い。さあイースは山に1枚残っています。イースを通ったな。ああ数万回収された。これで数万がなくなりました。つも上がり、さあ親番石川のつも上がり、つもチートイツ800オールのつも上がり、1600オールのつも上がりになりました。杉浦ちょい板ですか。まあでもしょうがないですかね。まあ、うん、半リャンピンでも上げるよりはっていう感じですよね、うん、やむなしか。さあトン四局、石川の親番連チャンです。ドラが地層、石川のハイパイドラが1枚、続いて杉浦大地のドラボロチがもろ見え、チュンから友竹マンズが多い形。マンズ、まあドラチーそうですからね、どうでしょう。あまり染めたくはないか。だから友達さんが染めるかもしれない。友達さんが染めるかもしれない。高田店の代名詞、友達正春、染めていくでしょうか。どうだ。ペンさん。まあギリギリでペンチーさん残してね、次だからチーピン打つんじゃないかなって。ローピンとか引かない限りは。うんうんうん、チーソー引いたらさすがにですよね。まあそうですね。ねドラのチーソーを引いた時だけさすがに染めを諦めた。なんか本一もそんな早い感じじゃないですもんね。ここは妥協の難。石川の1600オールも大きかったですね。これオールは大きいですね、うん、ねかなり。杉浦のいいチャンペーン。いやーでも普通にまとまりそうでもある。もういチーピン。ちょっとマンズの形苦しそうにも見えますが、どうしていくか。マンズ引いてそうペンチーソーを払って、まあ一通とかもありますね。ああそうですね。ああ別の役を考えていくか。さすがにイーソーイーソーを落とすだけの時間があるかどうか。さあチーソーを引いた、これでいい、これで満足。さあ友竹数万、そしてイーソーのシャンポンで転廃です。役はありません。サブローワンだけですか。手代わり、手代わりサブローワンを待ってるってことですよね。まあそうですね。そうですね、手刈りサブロワンだけですね。イーソーが場に1枚切られている、数万は切られていません。まあ3万の方がいいですけどね。3万の方が3万を引きたい。うーん3万引くときは U1 切ってねの方が良さそうですね。3面ちゃんの方が変則。ああなるほど、リャン・ウー・イーソーの3面ちゃんでイーペーコーならなそうですからね。で切りたいけどね、ちょっと難しいか。いっぱい時点でゴロッチの3色もろ、あーこれが来た。さあどちらを選択するか。うーんあーやはり聞こえたんでしょうか、猿川さんおすすめ変則3面ちゃんはリャンウーマンイーソー待ち。まあイーソーがね出上がりもありそうだし。ありそう。さあイーソーは1枚切られていて、まさに今切られました。
さあここはリーチドライチ、2600の上がりになりました。違う、あ、一本鉢ですね。2600は2900の上がりになりました。さあ何一曲、杉浦の親番。なんかトーナメントらしい展開って言ったらなんなんですけど、あれですね、じわじわっと差を広げられて、この親番なんとかしたいか、杉浦ドラバ急走。まあこんぐらいの時点ならね、まだ最悪、まあ、嫌だけど4着でもね。でもまだまだやっぱ大きいラスだけはね。ああそれはやってない。これならマイナス11なんで、はい、大体トーナメントってまあ大体プラス10あればまあ大体勝ちなんで、うんうん、プラマイゼロから、うんうん、って考えたら別に残り4回で、ま、全然何でもないと、うん、そのあたり本当に難しいですよね。さあ山田がこの形ドラドラです。ああ白が重なった、嬉しい。これはただ使い切って上がるのなかなかしんどいですか。まあ白と今をポンするような形とか、そう数万、うん、先数万切りますか。切りますか。切りました。まあ数万ローマなんですよね。ウーマも悪くないけど、うんうんうん、石川がマンズの真ん中から切っていて、いかにも馬を持っていなそうな形。G1 ここに2枚か。ちょっときついね。ちょっときついですね。でもああなっちゃいそうだな。杉浦、下の3色変化もあるかどうか。ドラが1枚浮いています。ああ嬉しい。ただ頭のない形リアンシャンテンです。さあ石川ここはお休みでしょうか。ん、スーピンで二差しが見えてくるか。んちょっと苦しいね。苦しいですよね。ゆっくりになってしまった杉浦。うまん、これリーチになっちゃうんだよね。文句なしのリーチになったか。ただチーマンが1枚ですか。チーマン、捨て牌に1枚、そして友竹の手牌で2枚使われています。山に1枚です。あーでもまあ出上がる可能性もあるか。まあこうなっちゃいそうだよね。あー積もった。おー強い。さあ2400のつながり、リーズも吐くドラ、これは大きい上がりになりました。山田ここまでちょっと苦しかったですが、杉浦さんはちょっときつくなりましたね。杉浦さんこうなると厳しいですよね。今の親子ぶりで2万点を切ってしまいました。さあ何曲、友竹の親番、ドラは老僧です。これは友竹ドラはない形。んこいつが多い、こいつが多い。4トイツですか。チートイツになっちゃいそうですね。チートイツになりそうか。続いて山田、これも軽そうな形だ。いいですね。ドラのロソも1枚メンツで使えています。ああ石川第一相撲でドラ1メンツ完成。ああ本一ですねこれはね。さあ杉浦はこれ仕掛けてきそうですね。向かうでしょうか。仕掛ける白と初ですね杉浦。白と初、ただチートイツの友竹のところに行くと出ないかもしれない。んドラ、これでよりチートイツになっちゃいましたね。よりチートイツ。さあこのローソー山に1枚だけ残っています。重ねることができないとちょっと苦しいチートイツになってしまうか。
ピンズが引けない杉浦。ここまで友竹あまり目立った動きがないですね。まあそうですね、テンパイ料1回もらった、そうですね、あれぐらいですね。チーソーを押してテンパイを取り切りましたが、一応3色もあるからトン切りましたね。おっと、山田これでイーシャンテン。山田サブローピン、サブローソー、石川さんのチーピンが出たら、石川のチーピンが出たらこれ泣くのか、泣くのかな、しそうな形か、どうだ、まあない、結構タイプ分かれそう、うん、チートイツまた一歩前進、これでイーシャンテン。さあ友竹選択したのはパーピン、ローソー、チーマンです。これ杉浦吐くもちもちなんですよね、石川と、ね、もうちょっとこれは泣けなさそうなので、ちょっと受けになりそうですね。むしろ上がりに行くと危ない形になってしまうか、数万四万と入れ替え、さあ山田両面両面のいいシャンテン。石川も白が欲しい形ですもんね。ああチーマン今切りました。杉浦としてはどうなんですか、友竹が目標ぐらいになるんですか。でも6600点結構大変ですよね。まあ別にもう自然に素点を回復できるかどうかぐらいで。さあここでサブローピンのテンパイ山田、もう闇点、闇点単品ドライチ、テンパった、テンパるとちょっと危ないですね。テンパると危ない。石川博と梁蔵のシャンポン待ち、梁蔵が場に1枚切られている。あ、ローピン、あ、ローピン、ローピン打ち出されました。さあ山田の上がりとなりました。単品ドライチ3900。いや友竹ちょっと厳しくなりましたね。友竹杉浦リーチいっかなと思ったんですけどね、山田さんね。あ、山田さんなんかタイプ的にはうーん、ローソ引き以外はなんかリーチ行く、まあちょっと杉浦さんがねサブローピンで何枚持ってるかは分かんなかったんですけど、うんうんうん、ピンズを集めて、まあ打点的にはリーチ行くのかなと、うん、そのあたりトーナメント校舎のイメージのある山田なんですけど、あれなんですかね、何かこう間合い的なものとかあるんですかね、ここはそんなに無理するところではないとか。あの友竹さんが、はい、まあ多分3ピン切りかなぐらいの時に、はい、イーシャンテンぐらいだと思ったと思うんですよ多分、はいはい、で友崎さんの現物にサブローピンあるから、ああそういうことですか、なるほど、まあ、多分それがリーチ入れればという、うん、そういうかなって気はしますけどね。2ピンの切り方がちょっとその3ピンに合わせた形で時にどっち先切るかみたいな、うんうんうん、だったんですけど、いやそう思ったのかなって、確かに考えそうな、なんか、うん、納得できるようなそんな回答でした。さあ親番は山田の親番、うーん、飛車が重なって本一に迎えるかどうか。ドラはリャンマンです。ドラのリャンマンがここに1枚あるだけ、3枚山に残っています。これ1回戦だから満足ってないですもんね。どこまででも叩けるだけ叩きたいですよね。
さあ山田イーシャンテン、まあ、5回勝負で、はい、ってことは、まあ、5回数のうち3回受けば、あ、それで大体勝ちってことですよね、うん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 、イメージ的には、うんうんうん、で今その1回をどう取るかどうまとめるかみたいな感じですか。で3着ね、祖典が石川さんと、2着目の石川さんと友達さんで14ポイントあるんで、祖典だけで、はい、って考えると、まあ、石川さんこのまま終わっても別にそんなに悪くはないですね。このあと、このもう一つあとですね、移ります。杉浦がドラを統一にしています。統一にしていきたい、ただ難しい。うん、あ、友達一気通貫を見て、ここはダマテン完封勝負。3敗か。まあ三本割り、ああでもな、難しい。難しい。打ちたくない、まあ点数的には打ちたい気もするけど。ペーチャの友達です。あ、ドラーくっつけたいけどさ、まあローソ切りもいいですね、うん、ローソ切り、さすが世界の友達、高打点を狙っていく。まあ、まあ、ペンポンしてね、あ、なるほど、ヤンマンも一応ありますよ ね、うん、ありますね。ドラ短期ということも想定しているでしょうか。まあ、まあ、イーマン引いた時3万握れだからね、その先輩がちょっと取りづらいのがきついかな、うん、さあペンなんですけど、手配にも捨て配にもないですね。山に2枚残っています。ハクがねもちもちだから、山田さん嘘は泣かないかなって気するんでね、と結構テンパイ厳しそうですね。まあ嘘、あ、これはいいじゃん、いいじゃないですか、賛成です。あ、まだこれでいきましょう。欲張ろうか悩んでます。何があるんですか、ここから欲張りこそ、うん、え、ちゃんとです。ああ、そうか、欲張り欲張りすぎるなるほど。そう、今ただここはリーチ、ドラ1、リーチとなりました。さすがにね、はい、まあまあさすがにリーチの方が良さそうですね、うん、ああ、ここはつま上がりです。分かんない、ちゃんとだったかと思う。リーチつもドラ1、戦2戦のつま上がりになりました。確かに急走ありますね、ありますけれどもそれはちょっと欲張りか。さあ1回戦もオーラスに突入しました。親番石川遼、ドラはウーマンです。石川のハイパイ、ドラはない。まあ絶対得点を叩かなきゃいけない局面でもないでしょうか。ああ、杉浦早そうか、うん、もうそうですね、1回上がっときたいですね。上がっときたい、うん、あの友達さんが上がるのは、うん、はい、ちょっと石川さんも杉浦さんもきつくなるんで。ああ、追われてる、まあ、まあ山田さんもそうなんですけど、はい、友達さんは浮かしたくないっていうのはあると思いますね、うん、3者。なるほど、もうあれなんですね、そういうところを考えていくんですね。確かにそうですね、これ、まあ、杉浦さんはねやっぱり一人住みだと言ってもきつく、うん、4回あるとはいえですからね、はい、うん、一人沈みだと友達さん打っちゃうと結局山田さんとも、ね、10ポイントぐらいの差なので、はい、さあ杉浦缶ウーマンが欲しい。そのウーマンがここ2枚、山田もまとまりそう。広くなりました。ここがまとまるかどうか。イーシャンテン、イーシャンテンですね。とりあえずテンパイ G 点取りそうですね。タンヤをドラ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 、うん、
まあ、まあ取る瞬間は取るかな、やっぱり。これ E ピンとか引いちゃった時って関数層リーチになるんですか、ドラドラの形。 E ピン、あ、あ、はい、あ、俺形勘違いしてた、E、あ、テンパイ取んないね、だから、E ピン引いたら、うん、関数層、はい、まあどっちもありますね、どっちもある、うん、あ、いや、よかった今俺タンヤオって言われて何泣くんだろう、ツーピンかなとか、うんうん、スーピンかドラだけどドラは泣くよ、2、2、3、4、4だと思った、あ、なるほどさあ形良くなりましたね山田、うん、これでまあ数層はチーしますね、はい、多分サブローピン待ちですね、数層ピン待ち、タンヤオドラドラ文句なし、杉浦もいいシャンテンまで来ている、友竹さすがにここは手役見えてこないか、おお先決めた、お先に決めた、うん、あの形からイーピン引きはさすがにいらないってことですか、リーチは言わない、うーん、まあドラ引いたら激痛ですからね、杉浦パーマンを切っていました、チーマンつもぎりになりました、確かにドラ引いた時激痛ですね、うん、まあウッパソーの受けがあるから、まあね、これ数層ないないっていうかね、ここにあんこだからまああれですけど、まあ、やっぱドラだけは分かんないですからね、そうですね、そのドラ山に2枚残っています、残ってるよ、まあ、先にねウッパスを引いた時は結局一緒の形になるんでリーチだ、さあテンパイになりました、親番の石川ここはリーチ数値そうです、うわ杉浦さん行きたくね、行きたくないですね杉浦さん、あ行きたくはないね、さあ山田も難しいか、うーん、ドラドラですもんね、親には打ちたくないけど、はい、まあテンパイ入った時はね多分相当押すと思いますけど、ここでもう一個何を持ってくるかですよね、さあ今浮いている3万石川には通っていません、押していけるかどっか、ドラを引いたのは杉浦、リーチか、リーチになりました、3ピンとパーピンのシャンポンでリーチです、リーチタンヤオドラ15200からのリーチ、これで山田さんやめるかもしれないね、3ピンは山に残っていません、パーピンは石川のところに1枚で山に1枚残っています、パーピン、おー積もった、積もった、さあここは石川の積もり、積まがりとなりました、リーチ積も1000オール、杉浦さんきついリーチしたら天狗だけ取られた、まあ、まあ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 打点だけのリーチなんだよね、まあ別に3ピン、うん、さあオーラス一本番になりました、石川の親番ウーマンがドラですが何が問いつウーマンが1枚、さあ先ほどの上がりで石川がトップ目になっています、3万9600点持ち、この時点ではあんまりトップ2着気にしないですよね、まあそうですね、自然と取れたらまあもちろんいいけれどっていう、あー難を仕掛けない、難を自らアンコンした石川、うん、これはいい上がりそうじゃないですか、さあ杉浦一歩前進、上がれそうのお墨付きやりました、うん、うん、そうだね、どっちが早い、あーウーピン難しいところが入ってきた、まあドラにくっつけたいですからね、ドラのウーマンにくっつけたい、うん、
この後映るのが杉浦のディシャンテン。ドラのウーマンが1枚浮いています。くっつけたいけれどもくっつかない。まあ9番打ちたいですね。9番打ちたい、うん、ああここはパーピンになりました。タンヤオはつかなくてもいいと。まあイペコつけばね、うんうんうん、どっちしろドラには多分ドラは出てかないんで、うんうんうん、イペコ3色もありますが、さあどちらか形になるかどうか、うんうん、ここでタンヤオに向かいます。石川もいいシャンテン。さあ山田も整ってきました。うん、あ、テンパイ。あ、テンパイ。テンパイはリーチになりました。シャンポンリーチだ。リャンマンスーピンのシャンポンです。リャンマンスーピンのシャンポン。もうリャンマンがちょっと良さそうってことですね。そのリャンマンが山に2枚残ってますね。確かに切り出しがイーマンイーマンイーマン3枚みたいな人がいるんで、ただ結構手代わりあったから。そうですよね、手代わりも多い形で、まず4連携、はい、ピンズもつながりそうな形でしたが、まあただリーチした方が連チャンしやすいってことでしょうね、うんうん、まあ打点もあるし、まあまだまだ素点は稼ぎたいぞということ、うん、ということですね。うわーいいシャンテン、ウッピンいった。さあスーピンが1枚、そしてリャンマンが2枚残っているんで、三山のリーチとなりました。このシャンポンリーチ、リーチなんとら結構痛い。いやテンパったけど、いやテンパったけどこれは下のドラ周り、うん、あドラ周り結構厳しいですかね。ローマンをここに2枚、山田のところに1枚、厳しいですね。厳しいですね、うん、杉浦に若干逆風が吹いているか。そう、まあ、まあドラタンかな。ドラタンですか、ドラタンの方ですか。おー、まあ三層ウーソーの方が切りそう。スッチソーが切りづらいんですよね。あースッチソーは絶対切らないぞの構え。掴んだ、さあここは宝珠になりました。お、頭跳ねた。山田がテンパっていた、失礼しました。さあピンク線は1300の上がり。さあということで1回戦が終了しました。1回戦はトップから山田、2着に石川、3着友竹、4着杉浦の並びで終了です。続いては2回戦です。